ピストン西田です。なんでロードスター5台も買ったかって、なんで買ったんだろうね。好きだから、乗ってて楽しいから。5台いらないよね。なんかね、取り憑かれたんだよね。うん、ずっと乗ってたいっていうか、もっといっぱい乗りたいっていうか。じゃあこの5台っていうのを1台ずつちょっと紹介していこうと思います。まず1台目がこの車。出て一番最初にオーダーしてですね、でとにかく関東マツダ、ひもんや店でこれがいいからこれがいいからって言って頼んで、で売ってもらったのがロードスターの新色セラミックメタリックっていうこの色ですね。この色すごくね、斬新に思えて、でちょっとマットだし、で角度によっても色違うし、まあこれは正直あんまり買わないだろうなと思ったの、みんな。としたら、蓋を開けてみたら結構人気色で、2番目ぐらい、一番人気だったのがソウルレッドかな。でこの時2番目ぐらいの人気だったんですよね。それを知ったところでちょっとうんって思っちゃったの。確かもうちょっと違うやつ乗りたいなと思って。で2台目がこれ、同じセラミックメタリックの NRA で、これは何に使ったかというと、こうやってレーシングカーにしちゃいました。とにかくね、新型のロードスターでレースやりたかったんですよ。でレース出る先もですね、まあ、スーパー耐久とか地方まで行っちゃうやつはちょっと家からあんまりね遠いの行きたくないのね。スーパー耐久もね、チャンピオン取れそうな年だってあったんだけど、だけど遠くに行くの嫌でさ、出なかったりしてんですよ。なんで地元のレースっていうことでいくと、ツインリンクモテギですね。ここで夏にやっている7時間耐久レース、いわゆるジョイ耐ってやつですね。エンジョイ耐久、全然エンジョイじゃないんですけども、すごくレベル高くて大変なレースで、ここに出ました。で2年間出たんですけれども、結局ですね、この NRA 当時のやつっていうのは燃費が出ないんですよね。なので手元で燃費が出なくて、後付けの燃費計が壊れちゃったりとか、そういうトラブルもあって、あえなく敗退ということで、非常に残念な結果になりましたね。でも車かっこいいでしょ。このセラミックメタリックにこの縁取り、これ結構かっこいいと思うんですよね。で車のね、素性から言ったらやっぱりすごく、いい意味でキビキビしてる。で悪く言うとちょっと敏感すぎで、後ろがとにかく落ち着かないんですよ。この後ろが落ち着かないので、最終的に2年目の時には燃料タンクを、安炭ってやつですね、安炭っていう大きな燃料タンクをトランクの中に積みました。そしたら車振り子になって帰って動くかなと思ったら、実は後ろがどっしりとですね、重くなって、でトラクションがかかってコーナーから出る時もアクセル踏みやすくなったし、あと動きも全然神経質じゃなかったので、これ良かったですね。まるでね、ポルシェみたい。後ろにエンジンがあって、後ろがドーンと落ち着いてて、で後ろに力がかかった時、アクセルを踏んだ時に地面逃さないでビューって加速する感じ。その分ね、フロントが言うことを聞かなくなって、舵が効かなくなって、ちょっとそういう意味でもミッドシップっぽくなりました。どうですかこのレースっぷり。あとね、ちょっとびっくりしちゃったんだけど、ブレーキが良くなったね。でツインリンクモテギのコースっていうのはストレートをぐーっと来て、ですごい急勾配の坂道でブレーキを踏むとですね、前に全部重みが乗っかってきちゃってつんのめっちゃうんですけれども、この状態だとそもそも後ろが重いから、だから、後ろのブレーキも結構効いて、で安定して突っ込むことができて、まあ、タイム的にも上がったんですが、この時も結局優勝はできなかったんですよね。結局4番でした。悔しい。
三代目これ。これ黒ですね、黒。これ良かったですね、この黒。うん、まだ持ってんですよね。で、なんで黒にしたかっていうと、ラジオで付き合いのある松島初音がですね、あの車買うって言うんでロードスターいいよって言ってまんまとですね騙されてロードスター買ったんですよ。その時にね黒買ったんですよ。で横目で見てて黒いいなと思って結局3代目黒にしちゃったんですよね。で4代目です。高級車ですよこれ。800万円ぐらいしたんだよこれ。これはアメリカとかで行われている海外のレース用の左ハンドルの車で 2000cc のロードスターです。でそもそもロールバーがこうやってドーンとアメリカ仕様のロールバーが入っていて、でもうものすごく安全っぽいんですが、これがクセモノでね、このままだと実は日本のレースは出れないんですよ。あの最初のロードスターもロールバーすごく苦労して作ったんですけれども、このロールバーっていうのは JAF の認可が必要なんですよね。でこの JAF の認可を取るためにはいろいろと、まあ、やり方があって、なかなかそれが素人には難しかった。普通はね、あのホンダだったら無限、トヨタだったら TRD とかそういうメーカー直結のですね、サプライヤーというか、まあ、別の会社のチューニングカー部隊がですね、車を作ってそれで JAF と交渉してで、認可取るんですけど、ロードスターの場合も取ってるんですよ、マツダで。それがね、あのナンバー付きのレーシングカー用の N0 っていう規定、これ難しいんですけども、パーティーレース用の車とか、あとはメディア対抗レースの車についているロールバー、これだとエンジョイ耐久とかちゃんとした N1 の、レースには出れないんですよ。でおまけにもっと丈夫なはずのこのアメリカ仕様のロールバーも出れないということで、まあ、特任車両ということでなんとか出してもらったんですけれども、その分ですね N2 って言って、でハンデキャップが大きくなって、まあこの時も結構辛いレースになりましたね。でも車面白かったね。 2000cc のロードスター多いですよ。あと左ハンドルでかっこもいいし、どうですか、かっこいいでしょ。ちょっと見てくださいこのレースプリン。そして最後に買ったのが、イベント用に買ったこの車です。この車はね、東京オートサロンの時に子供を乗せるために作った車で、で助手席のバケットシートが子供用にちょっと改造してあるんですよ。これブリッドと一緒にあの作ったんですけれども、企画の名前はワイルドドライブキッズ。こんな感じでやりました。ねえ、みんなすごい喜んでるでしょ。これモーターショーでもそれから東京オートサロンでも大人気だったんですけれども、これ用の車としてちょっと作ってですね、で次のイベントの時には使おうと思って今は寝てます。まあ、こんな5台なんですけれども、まあ、全部今残ってるわけじゃないんですが、それでも2台今2台持ってますね。ロードスターまだ買うかな。そもそもの付き合いって言ったら一番最初の NA 型、これを2台乗り継いで、で運転こっから習ってきたっていう経緯もあって、いまだにこのロードスターに教えてもらいながら、今年今のところ行われる予定だとは思うんですけれども、9月のマツダの、イベントメディア対抗ロードスターレースでもこんな車乗ってますけれども、とにかく好きですね。皆さんもあのこの爽快感、そして一体感、さらには友達ができる車なんで、これ友達ができるっていうことで言ったら、買ったばっかりの時にね、箱根に乗って行って、それで86のイベントやってたところに突っ込んだりなんかしたこともありますよ。